ちょっとですね、だいぶ前の方が寂しい感じになっちゃってるので、もし後ろの方にいる方、まあ、もしよろしければ、内側の方に移動していただけると近くでお話できていいなと思いますので、よろしくお願いします。椅子の上にちょっとチラシを置かせていただいたんですが、そちらの今見ていただかなくても大丈夫です。しまっておいていただいてもいいので、邪魔だったらしまっちゃってください。はい、では、これからですね、16時15分からのセッション、若手起業家が考える新時代のスキルの使い方についてお話をしていきたいと思います。まずはじめにご案内をさせてください。まずこのセッションが初めてじゃない人が結構多いと思うんですけれども、今回の Code for Japan のサミットのアプリがあります。こちらのアプリで、本セッションに、チェックインしていただけると嬉しいです。あとでどのくらいの方が来てくださったのかっていうのを把握することが目的となります。はい、同じように、そのアプリチェックインしていただくと、このジョイっていうボタンが出てきます。でこちら、何回でも押していただけるようになっているので、まあ、ぜひ今日お話を聞いてもらっている中で、あ、なんかちょっといいじゃんと思ったら、押していただけると嬉しいです。はい、あと、このセッションに関してはソーシャルフリーとしております。なので何か気になったことがあったりとか、質問があったりとかしたら、ぜひ、ツイッターで、ハッシュタグをつけてツイートしてもらえると嬉しいです。ハッシュタグ一応今回のサミットの、オフィシャルのものが CFJ サミットの、あともう一つこのセッションのものとしてスキルの使い方という、ハッシュタグを設定しました。こちらつけてツイートしていただければ、僕らもイベント中もし終えたら、追いながらやっていきたいなと思っています。はい、ではですね、ここから、イベントの、セッションの内容の方に入っていきたいなというふうに思っています。まずはじめに今日、セッションチェアを務めさせていただきます。私の紹介をさせてください。私、株式会社キャンプファイヤーで働いております田中と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。簡単に自己紹介をさせていただきます。僕、横浜市立大学というところの出身でして、いろいろ仕事をしてきました。基本的には HR 系の仕事が多いです。営業やったりとか、経営企画やったりとか、新規事業やったりとかして、その後会社を立ち上げて、今年の5月にキャンプファイヤーに事業売却をしたという形になります。で今日、話の内容が割とスキルっていう言葉がたくさん出てくると思うので、僕のスキルなんかもちょっとまとめておきました。まあ、事業企画とかプロジェクトデザインとか、基本的には企画畑が得意な人間です。で一方デザインとか、写真撮ったりとかっていうのも、副業でやってたりするので、まあ、ちょっとこうクリエイター的なスキルも持ってたりします。で一方この後の話に結構深く関わってくるところではあるんですが、僕自身が認識してる僕自身の一番、僕これができますっていうスキル、一番実は努力です。僕大抵のことは頑張ればできると思ってる、結構根性論が強い人間なので、まあ今日この後スキルっていう話出てきて、スキルって何やねんってなるかもしれないんですけど、まあ、主催者の僕が努力って書いちゃうぐらいなので、多分意外と皆さん、スキルって認識してない、スキルあったわ私、あったわ俺っていうのを今日ここを出るときに思って出ていただけたらなっていうのを、ちょっと今日の僕らの裏ゴールとして持って頑張りたいなと思っています。で僕の持ってる関心事項はこんな感じですね。働き方とか、キャリア教育とか、割とそういうところに興味があったりとかします。はい、で僕の紹介はこのぐらいにして、ここから実際今日のセッションどういうお話をしていくのかというところを、ちょっと10分ぐらいお時間をいただいて、最初に僕からお伝えしたいなと思っています。今日のメインテーマはこちらです。まあ、これからの時代を生きる私たちが考えるべきスキルの使い方と学び方というところですね。具体的にスキルって何みたいな話はちょっと後に置いといて、ここもちょっと掘っていきたいなと思っています。まあ、最近ですね、まあ、いろんなネットとかメディアとかでこんなキーワードを見る機会非常に増えてるんじゃないかなというふうに思います。まあ、副業とかスキルシェアとか、あとはまあ数年前に流行った本でライフシフトとか、まあ、とにかくこう働き方を通して、ひいては生き方みたいなものが非常に多様化しているみたいなところが、最近のまあ話題として非常に多いかなというふうに思います。まあ、中でも
まあ、日本だとほとんどの人が何かしらの職に就くっていう状況において、まあ、この働き方みたいなところの変革、副業みたいに言うと簡単ですが、こういうところが非常に、最近聞くことは多いかなというふうに考えてます。でちょっと最初に、ファクトとしていくつか持ってきました。まあ、見慣れてる数字が多い方も多いかなと思うんですけれども、まず副業を解禁している企業、去年の時点で 38% ですね。今年まだ出てないですが、多分もっと上がってるんじゃないかなと思ってます。個人的にはもうあと 2,3 年のうちに 80% ぐらいまではいくんじゃないかなと思ってます。で、まあ、それに応じて副業市場みたいなものはもう8億近い市場規模になってるんですね。でもうこれはまあ一つの単一の市場規模としては非常に大きな市場規模となってます。であとは実際にそれどのくらいの人がやっているのか、744万人ぐらいが、まあ、講義の副業みたいなものに関して取り組んでいるというふうに言われてます。まあ、日本の労働人口大体まあ7000万人弱ぐらい、6000万人後半ぐらいになってますので、まあ、10人に1人ぐらい、まあ、統計でいうと 11.5% だったかなぐらいの人が何かしらの形で副業みたいなものに取り組んでいる。自分のこうスキルを生かして、会社の外で何かをやるだったりだとか、フリーでやってる人がこういろんな、プロジェクトを掛け持つみたいなことをやっているというような現状があります。であと最後に一つ経路の違う数字としてセカンドステージって書きました。25年って書いてあります。まあ、なんとなくイメージはつくかもしれないんですが、今日のテーマにも関わってくる、まあ、人生100年時代みたいに言われているところで、人が職を失ってって言い方あれですね、会社員ではなくなって一つの会社で働くのを終えてから25年間ぐらいは自分だけを頼りに、まあ、家族もいるかもしれないですけれども、自分のスキル自分の力を頼りに生きていかなければいけない時間があるということです。なので、まあ、今日このあたりの数字に関わる、お話をこの後していきたいなと思っています。であとは同じく SNS とか使われている方であれば、まあ、ほとんどの方が何かしら使ってらっしゃると思うんですけれども、 SNS の広告なんかで最近こんな歌い文句よく見ること多いんじゃないかなと思います。僕なんか多分年齢とか職業的にもドストライクなのか、すごくターゲティングされていて1日に何回もこういうの出てくるんですよ。あのエンジニア転職で年収1000万円とか、スキルを身につけて夢のリモートワークみたいなものがたくさん出てきます。で、まあ、これ自体を別に否定するつもりはないんですけれども、今日僕らが話したいスキルっていうのは別にこういう話をしたいわけではありません。で本当に考えるべきなのはこの年収1000万、リモートワークとか月収プラス20万とか、こういうものを得てそれを何のために使いたいのとか、何のために得たいのとかいうところが、本来、一番考えるべきところなんじゃないかなっていう問題提起を今日したいなと思っています。まあ、なので今日のメインテーマ、僕らとしての主張としては、まあ、求められて許される時代になったからみんな副業をしようとかっていうことでは全くないです。なのでちょっとそういう話を聞きに来ていらっしゃる方がもしいらっしゃったら本当ごめんなさいって感じなんですけれども、もっと面白い話するんで最後まで聞いてもらえたらなと思います。僕らが伝えたいのは、まあ、今お話ししたように副業みたいなものが世の中的にすごく求められて許容されている時代になってきて、でかつ一人の自分のスキルを頼って生きていかなければいけない期間が長くなっている、まあ、そんな風にして、まあ、生き方を選べる時代になってきている。まあ、だからこそその選び方みたいなものを知ってそれを実践するのもそうですし、まあより下の世代に伝えていくのもそうですし、まあ僕らもそう、皆さんこう来ていらっしゃる皆さんもそうですが、まあここにいる人たちを中心にしてその選び方みたいなものをどん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 社会に伝えていきたいなというふうに思っています。まあこれが今日の主題ですね。まあ、っていうところで、前戻って今日のテーマはこちらです。まあ、これからの時代を生きる私たちが考えるべきスキルの学び方と使い方っていうところに関してお話をしていきたいなと思います。はい。で、ここからですね、今日の、メインのテーマ、コンテンツになるトークセッションに移っていきたいなというふうに思います。はい。今日ですね、僕の、同世代の起業家仲間というところですごい尊敬する起業家の皆さんをお呼びしています。じゃあちょっと、皆さんこちらにお願いします。こちらからお願いします。はい、あ、そこで、はい、
はい、ちょっとこの後ですね、皆さんに具体的にどういうことやってらっしゃるのか、どういう人たちなのかは紹介していただこうと思うんですけれども、ちょっと簡単に僕の方から紹介をさせていただきます。一番僕側、手前側からポートフォリオをで、個人のクリエイターをエンパワーメントするようなサービスをやってらっしゃる、フォリオの山田さんですね。よろしくお願いします。はい、で隣が、デザインを学習するサービスを通じてデザイナーのコミュニティを作られている斉藤さんします。で一番端が、キャリア教育の授業として、その地域と、キャリアの結びつけみたいなところを、やってらっしゃる武田君、よろしくお願いします。はい、今日ここにあと僕の、4名で、トークセッションをしていきたいなというふうに思っています。じゃあですね、ここから、それぞれ、簡単に紹介をしていただきたいなと思ってますので、じゃあまず山田さんからお願いします。このまま座ったままでいいですか。あ、はい、そう、はい、これ、はい、ありがとうございます。株式会社マナスタジオ代表の山田博人と申します。このちっちゃい文字は見えないですよね。僕の簡単なバックグラウンドを説明しますと、秋田出身で今は東京で、この株式会社マナスタジオをやっております。で、中高時代ニュージーランドで、留学をしていまして、なので、留学していまして、高校卒業してそのまま東京のデジタルハリウッドというデザインスクールでデザインを勉強して、その後すぐ、渋谷の広告制作会社に入ったっていう背景があります。なので、キャンパスに来るっていうのは結構毎回自分の中でワクワクするものがあってですね、今日もやっぱいいなとかちょっと憧れる気持ちを持って今日も来ています。めっちゃ綺麗ですしね、はい、素敵ですね。さっきもそこでフラダンスを踊ってる人たちが見て、これがキャンパスライフかみたいな、ちょっともう10年前なんですけどね、学生時代なのは思いました。もともと10年間ほどですね、その後デザイン業界でアートディレクター、デザイナーとして、活動した後、2017年12月に、この会社を起業しました。で何やってるかといいますと、先ほど田中さんも説明してくださったんですけど、このクリエイターのエンパワーメントというところをビジョンとして、クリエイターの方々が自分たちの作品や実績をまとめられるポートフォリオサービスを運営しています。でこれなんで始めたかっていいますと、もともと自分の原体験としてデザイナーとして活動してきた10年っていうのがあったわけなんですが、その中で特にフリーランスになった時にですね、自分も含め、またはその周りの同業者とか含めですね、結構皆さん大変な思いをしてクリエイターとしての その生計を立てているなっていうのをちょっと気づきましたと。やっぱりその皆さんものづくりのプロではあるけれども、必ずしもそのビジネスだったりとか、自分たちをこ うまくプロモーションしていく、営業していくっていうところがうまいわけではないので、そこで、会社と、仕事をする上で、なかなか、値段の交渉とかもうまくいかなかったりとか、踏み倒されそうになったりとか、そもそも仕事が来なかったりとか、そういった形でいろいろ苦労されていることが多かったんですね。で、そういった人たちと、よく仕事をする中で、毎回会うと言われたのが、山田さんウェブサイト作ってくださいと。要は自分たちも、当事者なので、そのどうにか自分たちのことをもっと知ってもらえる機会とか作りたいから、オンラインでその自分の作品とか見せれるようなページを作りたいと。ただ、僕はデザイナーなので簡単にそういうものを作れたりとかするんですけど、例えばヘアメイクさんとかスタイリストさんとか、そういった方たちは必ずしもそのデジタルに精通しているわけではないので、ただというかですね、紙ででっかいそのクリアファイルを持ち歩いてですね、営業とか行ってたりするわけですね。そういったその課題感を聞いて、一人一人にこう一個ずつ作るだけにはいかないけど、多くのクリエイターさんみんながその使える一つのサービスは作れるんじゃないかなと思ってスタートしたのがきっかけでございます。はい、でこういったふうにちょっと左で、ちょっと画像が荒くて申し訳ないんですけど、シンプルなシンプルで綺麗な自分の作品集のページを持つことができるようなサービスになっていますと。で今、デザイナーさんとかイラストレーターさんとかカメラマン、映像監督、作曲家など、デジタル系のクリエイターの方が多いんですけど、特殊なところで言うと、
それこそ VTuber さんとか、あとヘアメイクさんとかもちろん使ってくださってますし、例えば提灯の職人さんとか、結構ものづくりに関わるこう結構幅広い方があのツールと自分の作品をまとめるツールとして使ってくださってる、というようなサービスに、なっています。で、今回ちょっとご縁いただいて田中さんにお声掛けいただいて、今回 のイベントに登壇させていただくことになりましたと、はい、ちょっと簡単になりますけど自分たちの説明は以上になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ続いて斉藤さんお願いします。はい、あ結構響くんですねこれいい声に聞こえる。僕めっちゃ声ちっちゃいんで、なんか自分の声こんな感じで聞こえるの初めてで嬉しいです。よろしくお願いします。いい声ですね。いい声ですね斉藤貴俊と言います。経歴は僕今25の年で24歳なので、この中で一番若いとか煽っちゃう感じです、はい。24なんですけど、株式会社アルマっていう自分の会社を、去年立ち上げてやってます。で、それとあとスキルの話をなんか書く流れを全然僕知らなかったんですけど、ラッパーってなんかチラッと書いてるんですけど、マイク持ったらやりだすわけじゃないんで、そこ節度は保てるラッパーやってます。ビートが流れたらやっちゃいます。で、あとは僕は神戸大学の学生で、Code4 との関係で言うと、Code4 が、ユースっていうのをなんか昔2年前ぐらいに立ち上がったっていうのがあったんですけど、あったっていうかあるっちゃあるんですけど、それを立ち上げることになったのが神戸のサミット2年前のやつで、その時に僕神戸にいたので、一緒にサミットをやってて、それ以来ずっと皆勤賞みたいな感じで来て来させてもらっていて、で会社を立ち上げてから会社の人間として来るのは初めてなので、すごいありがたいなって思ってますっていうのと、僕は逆に大学に6年いまして、大学4年生を3回ループするという大学側の要請で3回ループしたんですけど学部ですね、院じゃなくて、はい、なんで僕はもうキャンパスはいいかなっていう感じです逆にで会社を作ったのは母親がうつ病になったことがあって、高校時代だったんですけど、その時にその看護師をやっていて、その看護師を辞めさせられた時には自分には自信がない、もう何もできないんじゃないかみたいな風に思ってしまって、で家庭でも支えることはできずに、そのままもうずっと精神を病み続けてるみたいな感じの人が僕の母親で、なんかそういう人を旗で見ていて、なんかこうその時ちゃんと救うことができなかったみたいなこととかも含めて、まあ人間ちゃんといい人生を生きた方がいいなっていうのが思っていることで、生活もそうですし、あとは仕事っていうところでも自分の好きなことっていうところをちゃんと形にしてやれるようにしたいみたいな、そういうサポートがしたいなって思って会社を作ろうと思ってます。で、作ってるんですけど、作りました。はい、です。で、今やっているサービスはココダっていうサービスをやってて、なんかデザイナーの人とかっていたりするんですかね。デザイナーやってますっていう方とかおられますか。ありがとうございます。デザインのサービスで、UI/UX っていう、まあ、サービスを作るデザインの分野があるんですけど、それをオンライン上で学べて、で学習ができて、でまあ、誰でもこうデザイナーになれるみたいな感じのサービスをやってます。で、まあ、これがそのさっき言っていたように、まあ、学習っていうところをしながら、そのなんですかね、そもそもデザイナーってやっぱり学習する場所もなかったり、仕事も機会がなかったりしていて、やろうと思ってもやれないような職種だったので、まあ、そこに対して学ぶ場とか働く場っていうのを与えてあげれたら、もっとこうそのままデザインっていうものを打ち込めるんじゃないかっていうふうに思ったので始めたサービスです。で、今デザイナー、ウェブ界隈のデザイナーは日本で1万1000人とかなんですけど、僕らのサービスは今1年間でユーザーが1万1000人ってなってて、別にデザイナーが 100% 使ってるわけじゃないんですけど、なんかめちゃめちゃいるよっていう感じのことが言いたいです。デザイナーがいっぱいいるサービス、なりたい人も含めていっぱいいるサービスです。で、あと次に言っていただいて、なんかものとしては、面白くてぜひみんなやってほしいんですけど、誰でもデザインを学べるコンテンツとかが最初の方にあって、ゲームみたいな感じで、こういうものを作ってみたいな架空のお題が来るんですよ。だから料理を楽しみになるようなアプリを作ってくださいみたいな、
のが言われて、デザインっていうのはビジュアルだけの話じゃなくて、じゃあそういう楽しみになるアプリっていうのを、自分で課題を設定して機能を作っていって、で実際にデザインビジュアルに落としていってみたいなことをユーザーがどんどん上げていってるって感じです。だから左がお題のページで、右のやつがアプリっぽいやつがあるんですけど、これがユーザーが自分で作ってるやつで世の中に存在してないアプリなんですけど、こういうのがいっぱい、サイト上に上がっていって、こういうのをみんなで見合いながら、まあ、実践を通して学習をしていくみたいな感じで、学校とかではやれないような仕事に近いような体験を、ユーザーがどん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 こう遊びながらやっていくみたいなサービスです。でそれがあって、そういうのをなんか、ポートフォリオっていう、さっきのフォリオさんの話もあったんですけど、あのデザイナーとして働きたい人だったら、そういうふうに学習していく中でやっていたものっていうのがどんどん勝手にこうポートフォリオ化されていくで、まあ、素材になっていくので、そういうふうな仕事ができるんだったらうちの仕事も受けてよみたいな感じで採用の依頼が来たりとか、仕事の依頼が来るみたいな感じの世界観だから、学習と仕事っていうものの境がないみたいな感じの世界を、デザインっていうフィールドで作ってるっていうのが今の僕らのサービスですね。でいろいろあの企業さんに僕らが紹介してるところもあれば、もうユーザーがアクティブすぎて、あのもう僕らの作品ここだで学んだものを持って自分で採用面談に行って、で採用されたみたいな例とかもいっぱい出てきてるんですけど、日本の、まあ、デザイナーの人とか、デザイナーに限らずクリエイティブに行きたい人とかがいっぱいこういう、まあ、サービスを使ってくれてクリエイティブに行けれたらいいなっていう思いでやってるので、今日はこういうテーマの、お話に、参加させていただいてるという形ですね。よろしくお願いします。韻は踏めませんでした。ラッパーなのに韻は踏めませんでしたっていう、もうちょい笑ってもらってもいいですよ。ありがとうございます。はい、じゃあ、次ユーザーの武田さんお願いします。はい、ありがとうございます。ウィルドアの武田と申します。お久しぶりです。ちょっとお知り合いの方もいるうれしい気持ちになってます。ちなみに皆さん、教育になんか関わっている方っていらっしゃいますか？あ、何人か、ありがとうございます。いらっしゃいますね。はい、ありがとうございます。あの今お二人話されましたけど、すごい変なやつだなと思いませんでした？ラッパーやりながらデザインとか、高校から中高ニュージーランドって僕初めて聞きました。僕そういう特徴がないことがすごいコンプレックスだった人間で、あのこれからの話もあまり普通な人生かなと思っているんですが、私は今26歳で、まあ、5年前に自分で一般社団法人という NPO の団体を立ち上げて、その経営をしております。キーワードとしてはキャリア教育、まあ、高校生、地域活性化、マイプロジェクトというものを挙げさせていただきましたが、まあ、詳しくはこの後お話したいと思います。で今日、まあ、スキルは何ですかっていうふうに最初聞かれたので、僕も下にちっちゃく書いてあります。で高校の時私本当に特徴がなくて、特技って書くところに何も書けないっていうのが本当にコンプレックスで、ようやく書けて嬉しいなと思ったんですけど、まあ、その名残がポケモンとかっていうのが苦し紛れに書いてあるっていうのが当時の名残だなと私は思ってます。で私がやってることをじゃ紹介したいと思いますので、次に行きたいと思います。少し文字が見にくくて恐縮ですが、あの人の数だけ人生があるというふうにまず書きました。で先ほど田中君の方から、まあ、働き方がすごく多様化しているであったり、まあ、選べるということがあったと思います。で私もそれはすごく感じているところでなんですけど、でも学校という現場ではそれがすごくまだ伝わっていないという感覚を持っています。ちょっと黒くて見づらい形に書いたんですが、何書いたかと言いますと、例えば進学校、私は進学校でしたが、進学校で就職するってありないっていうまず文化がありますよね。多分進学校にいた方は分かると思いますが、ある意味いい大学名以外のところを志望先で書くと、そんなの大丈夫、バカ言ってんじゃねえよ、現実見ろって先生は、多くの先生は言うんですよね。でも実際今の現実って実はいい大学に行かない方が成功する人も昔よりは増えているかもしれないですし、まあ、実際孫正義さんみたいな人だって、ある意味大学は日本の大学はダメだと言って海外に飛び出すという話がありましたが、まあ、いろんな生き方が多分昔より認められている。でもそれが学校という文化だとまだまだ感じられない。それは先生が悪いって言いたわけじゃなくてですね、なかなか学校生活という中でそれを感じにくいっていうのが今社会としてあるんじゃないかなというふうに感じています。で次のページ行っていただいて、でその中で私がやっていることは、おそらく
言葉がすごくカタカナばかりで分かりにくいんですけども、まあ、キャリア教育という、まあ、高校生が自分の生き方であったりとかやりたいことをどういう大学に行くのかどういう就職をしたいのかもっと言えばどうやって行きたいのか、まあ、それを考える教育というのが今文部科学省に出している学校の仕組みの中にあるんですけども、まあ、それをただいい大学に行きましょうとか大学ってこう選ぶんだよっていう大学の話だけじゃなくてもっと一人一人違うということを前提にしたいろんな道の提示であったり考えることというもののきっかけを届けるということに挑戦をしています。で次のページで具体的にお話したいと思うんですが例えば私学校現場に毎月 3,4 件行かせていただきまして学校の中で授業をしています。でこの様子見てわかるように講義をするということはほとんどなくてですね学校に行って、まあ、一人一人どう行きたいのとか何に興味があるのとかそういう話を問いかけるということであったりとかいろんな大学生社会人まさに今日私が話す側にいるのがすごく気持ち悪いんですけどもいつも田中君の立場のような形でいろんな社会人に来ていただいてこんな生き方もあるこんな生き方もこんな生き方もあるじゃあみんなどうするのそんなことを考える授業を展開しています。その次にお願いします。でまた学校の中だけだと私は限界があるなというふうに常に感じてまして学校の中で出会ったもっとこんなことがしてみたい私はこういう興味があるそういう学校の中だけじゃ満たせないニーズを地域と連携して横須賀という地域に私は入っているんですけれども横須賀のいろんな NPO と連携して一人一人の高校生がやりたいことそれを実現するお手伝いをしています。例えば写真見にくいですが右側の農業をやっている様子なんかは皆さん三浦野菜って知ってますよね。大根が有名だと思うんですけどもあの大根以外にもたくさん三浦野菜ってすごい美味しいものがあるんです。それを多くの人は知らないとそんなことに問題意識を持っていた高校生がいましたのでその子と一緒にファームステイをしてその魅力を発信するようなことを一緒にやってみたりですとかあとはやっぱ横須賀というところ地域愛がすごくある子がいて横須賀をもっと PR したい、まあ、そんなことを一緒に横須賀を PR するメディアを立ち上げてそれを企業と連携する形で企業のブログの中に高校生が記事を書いて発信するそんなことを一緒にやっていたりします。で次のページお願いします。で他には起業の体験ということでこれは横須賀市と一緒にやっているんですけども起業したいとか私もっと挑戦したいんですっていう子はなかなか学校の中だけだとその危ないからやめとけよとか起業とかちょっといいからまず夢見つけなさいとかそう言われてしまいがちだなというのに問題意識がありましてなので横須賀市としては起業家を増やしたいということもあるので起業家を体験するそんなプログラムを横須賀市と一緒にやっていたりもします。次のページお願いします。はい、まあ、こんな形でいろんな何でしょう学校の中だけじゃ知らない生き方であったりとか価値観と自分がこんなこと興味あるっていうところから出発して出会えるようなそんな学校環境地域環境を作るということをウィルドアという団体で私はやっております。だから今日はそういうキャリア教育とか実際高校の中で彼らがどう生きるのかっていうことを考えさせる立場としてこのスキルをどう考えているのかっていうお話ができたらなと思っております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。で、まあ、最後僕何やってんだよって話だと思うので少しだけお話をしたいなと思います。僕やってるのはともしびっていうサービスをやっています。でちょっと2つの側面からご紹介できればと思うんですけれども1個目が、プロジェクトに参画できるサービスです。で、まあ、その興味のあるプロジェクトとか自分なりのスタイルでとか自分のできることを生かしてみたいなところで、参画できるプロジェクトを探してそこに対して応募したりとか、意思表示をしたりということができるプラットフォームです。で実際、今日、こちらの Code for Japan さんにも今プロジェクトを載せてもらっていて、今日手伝ってくれるくださるボランティアも募集されていたりだとかあとは今後の活動で、手伝ってくださる方みたいなのを募集していただいたりしています。でぜひ今日お話聞いていただいたりだとかいろんなセッション回って Code for Japan さんいいなと思ったらぜひここから、ご応募していただければなというふうに思ってます。であとその反面じゃあ集める側はっていうところで、まあ、もちろんこっちが本題であったりするんですけれども、まあ、仲間を集めることができるサービスです。で共感をきっかけに仲間を集めることができるっていうのを僕らの一番の特徴としてます。でこの共感をきっかけにっていうのは採用ではないよだったりとか業務委託の案件依頼とかではないよっていうのの一番的、特徴的なところですね。なんか一緒にやりたいとかここ興味があったとかそういうところのなんかこうエモーショナル部分をトリガーにしてプロジェクトに参画するみたいな
サービスになっています。でスマホからでも簡単に作ることができますし、あとはあの仲間を集める以外のところのサポートも、プラットフォームとしてやらせていただいてます。まあ、例えば、まあ、僕らのサービス個人でも使ってもらうことができるので、一人で仲間集めを始めるってなっても最初ってすごい不安だと思うんですよね。本当にこれでいいのかなとか、一人でやっていけるのかなってあると思うんですけども、まあ、そういう人たちに、議論ができる場を提供してあげるだったりだとか、あとはこう話を聞き出してくれるような、インタビュアーさん、ライターさんを紹介するだったりだとか、そういうサポートまでさせてもらっています。で、僕最初に挨拶の時にキャンプファイヤーのって言ったんですけれども、まあ、このともし火というサービスはキャンプファイヤーにもう実はこの間の5月にグループインをしていまして、まあ、何かこう新しいことを始めたいっていう人に対して資金での支援と仲間での支援みたいなところを両輪でサポートできるような体制を作るっていうところを目標に、今このような体制を組んでやっています。はい、ちょっと短い、僕の紹介は短いんですが、まあ、こんなような授業をやっているものです。で、今日この4人でちょっとここから本題に入っていきたいなと思っています。で、割とですね、いろんなジャンルの人がいるなと思われたかなと思うんですが、実は結構並び順もちょっと僕気をつけていまして、気をつけてというか実はちょっと一工夫実はあってですね、まあ、今日のこのスキルとかキャリアっていうところのまあ、ちょっと一つこうフェーズ的なところで並べてるんですね。キャリアみたいなものを、キャリアの全体像を、まあ、高校生とか若い世代からそれを支援していくのが一番奥の武田君から始まって、で、まあ、大人になってもリカレント教育みたいなところで、まあ、学び直しとかそのスキルを得られる場所を提供しているのが斉藤さんで、その横の山田さんがそのスキルを得たスキルを表現する方法を提供しているのが山田さんで、僕はその表現しているスキルを使ってプロジェクトに参画するみたいなところを、プラットフォームで提供しているのが僕の出しているともし火っていうサービスですね。みたいな感じでこうスキルとかキャリアみたいなのを一つの軸にしてちょっとこの4人でお話をしていけたらなと思っています。気づいてました？いや、気づいてませんでした。さすがだなと。やるやんって思って実はちょっとね、並べてたんですよ。はい、みたいなところで、ここからキーワードトークに入っていきたいなと思います。はい、で一応ですね、まあ、ここからまだ 1時間まではないか、結構時間ありますので、まあ、このテーマを元にちょっとこの4人でお話をしていきたいなと思っています。で、まあ、そんなにこの人数もめちゃくちゃたくさんいらっしゃるわけではないので、もしなんか途中で気になったことがあったらもう遠慮なく手を挙げてくださって結構ですし、そんな話よりこれ聞きてよみたいなのがあったら全然言ってくれてもいいです。直接言いにくかったらあのツイッターであのメンションして飛ばしてくれれば見ますので、全然それでも大丈夫です。で一応上見えないか、ツイッターの ID を書いてたんですけど、ちょっと思ったより解像度があれで見えない、すいません。ツイッターに画像を流しましょうか。なんかタグで調べたら確か見える。お願いします。こういう仕事ができるです、僕。そうなんです。じゃあ、まあ、こんなようなテーマでやっていきたいなと思います。ここからちょっとフランクな感じでいければなと思うんですが、どっからいきましょうか。とりあえず、まあ、今日ちょっとスキルって言って、具体的にスキルってなんやねんっていう話がまだ多分あんまりイメージ湧いてないかなと思うので、そこからいければなと思います。うん、いいっすよね。はい、はい、じゃあまず一番左上からいきましょうか。まあ、皆さんの持ってるスキル、まあ、皆さんが自分のスキルだと認識しているものをぜひ教えてほしいなと思いまして、山田さんからいきましょうか。はい、そうですね、僕はやっぱりパッと思いつくのはデザインかなとか、あとは、はい、そうですね、まあ、若手起業家とかってあの呼んでいただいてますけど、もうそんな若手でもないんですよ僕は。でも、まあ、でも起業というかスタートアップって言われるようなところには、まあ、何社か結構長くあの関わってたりとかするので、あ、でもそれはスキルって言わないのかな。でも企業とか経営のことに関しては、まあ、その01のフェーズに関しては少しずつ分かることも増えてきたかなとか思いますね。なるほどですね。あとは英語とか分かりやすい。ああ、英語強いですよね。はい、そうですね。8年入塾。あ、いや、5年です。5年入塾、はい。かっこいいな。僕はでもそんな感じかな。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、武
武田さん行きましょうか。僕ですか。僕さっき書きましたけど。あれ順番としてあるし、スキルあるし俺もあるし結構僕あのごちゃ混ぜで行くんで。ごちゃ混ぜでね、はい、はい、ありがとうございます。そうですね、サッカーでは ポケモンって書きましたけど。はい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 、聞きたいです。僕あれポケモン大好き20年という歴史を持ってまして、おポケモン今800匹ぐらいいるんですけど、多分1から800まで全部、名前と顔は一致します、名前と顔が一致。なので高校生は相手にしますけど、高校生にどんなポケモンネタを振られても僕は返すことができます。仲良くなりやすいですね。ポケモンネタで仲良くなりやすいっていうのはスキルとしてあるかなと思ってます。なるほどです、ありがとうございます。え、もうそれでポケモンしか喋らせないんですか。こういう一発いけるやつを話せて、一発いけるやつ、じゃあ一発いけるやついきましょうか。一発いけるやつ、僕ラップしかないんで、ラップやる流れになるんで嫌なんですよ。嫌なんですよ、できないんですよ、そんな感じでは。ね、できる人います、ラップ。いたら戦えたらいけるかなっていう感じ。バトルってことですか。バトルならいけるか。あ、そうそういるもんじゃないですか。あんまりないですよ。で、僕あの、あ、それで言うと、僕ラップがめちゃめちゃ好きなんですけど、ずっとこう友達がいなかったんで、大学の後半2年間ぐらいとかあの留年してて、でそこの間とかになんか一人で歩道橋とか行って、で音楽流して一人でずっとラップするみたいなことやってて、で東京来てからその友達ができて、その友達が川崎でラップやってたみたいな人だったから、その人たちと一緒に今目黒川サイファーっていうラップの集まりを今5、6人ぐらいでやってるんですけど、そこに一人来た、全然ラップやったことない理系の院生出身の子みたいな人が来て、クリーピーナッツっていう R 指定っていうあの有名なラッパーがいるんですけど、その人のラジオだけ聞くから俺いけるんじゃないかなとか言って来て、でそいつに対して1時間でもう俺ラップできるようになりましたって言わせるぐらい教えるのが上手かもしれないです、ね、ラップやりたい人がいたら誰でも教えれるっていう。すごい、間違いなくスキルですね、それ。めちゃめちゃそういうのはありました、見つかりました、僕のスキル。ありがとうございます。みたいな、みたいな、雑ですね、急に。田中さんはどうなんですか。僕なんかあの細かい、なんでしょうね、細かいものは結構いっぱい身につけてきたんですけど、やっぱ根底にあるのは最初に言った僕一番の自分のスキル、努力だと思ってて、自分何でもできると信じて疑ってないんですよね。5歳児のまま多分そこ止まってるんですけど、すごいですね。そうだ、多分あの本当にもう物理的に不可能なことはまあ多分あるとは思うんですけど、大抵の世の中でスキルって言われてるものって別に人って頑張ればできる、何でもできると思っているので、まあ、そういう意味でその僕写真だったりとかデザインだったりだとか、別にスクール通ったわけでもなく自分でテキスト買って夜な夜な勉強して試してみてっていうのを繰り返してお金もらえるようになるまで頑張ったりだとかみたいなところで、僕自分の一番のスキルは努力だと思ってますね。で急に真面目な話しちゃって大丈夫ですかね。みたいな感じで、これなんで最初にこのお題出したかっていうところなんですけど、だからその皆さんの頭の中にあるスキルっていう枠を取っ払いたかったんですよね。なんかこうスキルっていうと、その山田さんがおっしゃってくださったみたいなデザインとか英語とかすごく、まあ、どう考えても役に立つで、誰が見ても羨ましいスキルって多分あると思うんですよね。でもそれだけで止まってるとすごくもったいないなと思っていて、皆さんこれからその自分のスキルを使って何かをするって考えた時に、なんかその特別なものでもなくても、僕なんて努力って言ってるぐらいですからね、小学生でも言えそうな言葉ですけど、みたいなものでもなんかこうスキルって呼んでいいんだみたいなところのちょっと枠を一個外したいなと思ってこんな話をしてました。武田さんのポケモンとかめっちゃいいと思うんですよね。枠外しに行きましたね。それがもうコミュニケーションにつながるっていうのは立派なスキルだと思ったりとかあると思うので、まあ、そんな話をしたくて最初にちょっとこんな話をしました。ちょっとつながってあんまりこうスキルだと思われてなさそうなスキルみたいなもの、じゃあ高ちゃん行きましょうか。そうっすね、スキルだと思われてないスキル、そうっすよね。 IT 系の人が多いんですかね、今日って。 IT 系の職種の人ってどのぐらいですか。なんか手だけ、あ、いつ、こんぐらいでも、こんぐらいでもいいんであげてもらって。行政系の人とかが多いんですかね。あとはなんか神田外語大学の人っていうことですかね。あ、そうなんですね。あ、そうなんだ、ありがとうございます、めちゃめちゃ嬉しい、それは。嬉しい、ありがとうございます。なるほど、
あとはなんかその他みたいな感じっていうことですか。僕の聞き方が悪いんですよね。なんか分類ができない。なるほど。なんか、僕は IT 系の人なので、なんかそのこうスキルの認識みたいな話で言うと、最近なんか面白いなって自分で考えてて思ったことがあって、ちょっと意図と違うかもだけど、なんか僕こう、上級職下級職みたいなことを最近概念として提唱していて、下級職っていうとなんか言い方が悪いんですけど、うん、単職能みたいな感じで、なんか単一職能のことをスキルって言われることすごい多いなと思ってて、例えばコーディングとかもそうだと思うし、デザインの中でもデザインって広いんで、あのグラフィックみたいなところだけは単一職能だと思ったりしてるんですよ。でもなんかそのこうデザインで言うと、もう一個、うん、例えばアイデアを発想するみたいなものとかがあったりしていて、課題を捉えてそこに対してソリューションを生むみたいな、うん、それも含めてデザインっていうものは全部こう総合すると、例えば UI、UX デザイナーっていう上級職になるんじゃないかみたいなことを思ったりしてて、ドラクエってやってましたっていう話になるんですけど、世代ドストライク、僕はドラクエ世代で、セブンにダーマ神殿っていう職業を変える神殿があって、そこに行くと魔物っていう職業があるんですよ。魔物の職業をやった人 と、なんか吟遊詩人みたいなのをやった人が、2つの職能を経験していると、上級職として魔物使いみたいな職業になれるみたいなやつがあって、魔物使いと剣士を経験してるとバトルマスターになれたりするんですよ。なるほどなるほどなるほど。なんかそういう、 こう複数の職業っていうところを繰り返していって、でその複数の特徴を持った上級職みたいなのにつくみたいなところをこうイメージしてみたときに、結構そのスキルってよく言われる、さっきのフリーランスは何百万なんとかみたいな話とかって、単一の職能のことの話がすごい多いなって思うんですけど、今の時代的に言うと、僕はその複雑なところに対して、ある程度何でも対応できていくだったりとか、複数の職能を掛け合わせてやれる人っていうのが強いんじゃないかみたいなことを思ったりしてて、だからあんまりスキルなんですって言えないなって思ってきてるんですけど、なんかでも大体 やろうと思えば6割ぐらいはやれる、もしくは人を巻き込めるみたいな感じになっているのが、こうなんか時代的に必要なみたいな文脈かもしれないですけど、スキルだから結構なんか明言しづらいなって思ってます。今のスキルっていうものって何みたいな話って。確かに確かに、今なんか出てきた中だと、その人を巻き込むみたいなところとかも、なんかもうあんまスキルってくくり方は多分されないけど、多分コミュニケーションにすごく役にも立つし、絶対なんかいろんなものにつながっていくものなんだろうなっていう気は聞いててしましたけどね。確かに確かに。お二人はどうですか、なんかこう普段あんまスキルって言われないけど、これって本当はスキルなんじゃないのだったりだとか。そうですね、僕が言ったやつは全部すごいシンプルなスキルだったので、先ほどのやつは、はい、みんな完全に僕かませ犬ヤンキーとか思ったんですけど、羨ましがるスキルですよね。いやでもちょっと思ったのは、そのスキル、今斉藤さんの話とかも聞いて思ったのは、特に僕も今事業を始めてみて思ったんですけど、はい、それこそ僕もじゃあデザインがスキルですっていうのをさっき話したんですけど、いざ事業を始めるってなった時に、デザインできるっていうことは、デザインできることは、価値なんですけど、それよりも重要な価値がやっぱ上に出てきて、でそれが、もちろんその価値、それがその僕らが目的としていることを達成できるかどうかっていうことで、で、デザインできるっていう人はいっぱいいらっしゃるんですけど、そのデザインを使って僕らが目指してるのはここだから、ここにどういったらいけるのかっていうのを考える、で、検証して、その自分で作って、でそこに自分でこうたどり着いていくっていう、それができることが、今僕がチームを組む上ではすごい重要なんですね。だから結構そのスキルってなんか相対的というか、なんかすごい変わっていくんだなとか、ちょっと今聞いてて思ったんですね。そういうこと、デザインって本当にもう、例えば簡単なバナーを作りますとか、ロゴを作りますとかって、本当にこうウェブサービスですごい簡単にこうボタンをポチポチ押していけば作れるみたいな時代になってるので、それができるっていうこと自体よりも、その目的、それを作る目的に対してとかっていう、その
思考とか、なんかその考え抜く力とか、やりきる力とか、それは結構努力とかにつながってくる部分もあると思うんですけど、そういうのが、まあ、当たり前、それができることが当たり前になった今では価値になってるのかなみたいな。昔の多分事務職の方、あ、昔のというか、あの一般職、今一般職って言われるような方たちも、昔は、そこが、それが新しい、価値で、あー、なるほどですね。ワープロを使えるとか、ワープロを使うとその作業が効率化して、だから売り上げももっと達成できるから、それを使うことに価値があったみたいな。でもそれ今また違うパラダイムシフトが起こっててみたいな、なんかその結構変わっていくのかなとか今聞いて思いましたね。それ結構大きいヒントになりそうですよね。なんか僕今聞いてて思ったのが、なんか電話交換士って昔いらっしゃったらしいじゃないですか。僕の世代だともういらっしゃったらしいじゃないですかになっちゃうんですけど、だからもう完全に IT に代用されている、まあ、スキルというかお仕事の一つかなって気もしてて、なんかそういう移り変わりを見ていかなきゃいけないのもそうだし、その斉藤さん言ってくれたみたいな、もうちょっとこう内面的なところを見なきゃいけないのもそうだし、なんかそこって両輪なのかなっていうのを今聞いてて思いましたね。武田君は何か発表します？はい、そうですね、最初これ聞いた時に、僕がこう今5年今仕事を続けてたんですけども、最初に自分がなんて使ったスキルが意外とない、意外とないんじゃないかなと思っていて、はい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 、議事録です。ああ、なるほど議事録を取れる、超面白い、はいはいはい、正確に言えば僕というよりは僕の仲間がそうだったんですけども、はい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 、まあ、タイプがそれなりに早くて、どんな会議でも終わった瞬間に議事録ができてる、はい、あ、それだけで結構仕事をもらった時期もあって、ミーティングに混ぜてもらったり、はい、そういうちょっとまとめる力というか、はいはいはい、議事録を取る力っていうのもかなり大きなスキルだなっていうのをよく思いますね。すごい、確かにそれスキルって言われないと絶対認識してないですよね。まあ、私議事録書けますって書かないですよね普通、はい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 、でもすごい大事だなと思います。すごい、はい、確かにそうですね。ありがとう。あと他にもう一つもいいですか？もちろんもちろん。もう一つ、まあ、結構地域のボランティアとかしてると、なんか楽しそうに話を聞けるっていうスキルってすごいなと思って、はい、なるほど、はい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 、まあ、高校生をよく地域に連れていくんですけど、特におばあちゃんが持ってるんですよね。なんか何言ってるか多分理解してないんですけど、楽しそうに、へえすごいねって本当に笑顔で言える、あれはめちゃくちゃ大事なスキルだなっていつも思いますし、高校生が勇気づけられて成長するのにすごく活かせてるなっていうのを、あれもスキルだと思ってます。確かにそうですよね。特に普段武田君みたいにこう高校生と接してることとか多いと、すごいそれ役立つというか必須スキルぐらいになるのかな。いや、意外と持ってないんですよね、はい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 、そのスキルを持ってる人は仲間にしたいなといつも思って。なるほど、はい、ありがとうございます。まあ、結構こうあんまりスキルと思われてないけどみたいなところがこう広がっていきましたけど、ちょっとじゃあもうちょっと話をまだ拡散させていこうかなと思います。どうしようかな、隣行こうかな。こう素敵だなと思ったスキルの使い方エピソードみたいなやつとか言ってみましょうか。これどうします、ちょっとじゃあ僕から行きましょうか、はいはい、これ素敵だなって言っといて僕の例なんですけどいいですかね自画自賛なんですね。ちょっと最初こういう話だよっていう話をちょっとしておこうかなと思う、はいはい、僕デザインをとか写真とか副業でやってるので、まあ、写真撮ったりデザインしたりできるんですよね。まあ、当然お金にもなるし、なんなら会社員やっててかつ副業でやってた頃とか、全然会社員としての収入を超えるぐらい普通に稼げちゃうスキル、普通に使えば稼げちゃうスキルだったんですけど、僕使ってて一番気持ちいいなと思った使い方が、実は僕結婚してるんですけど、嫁の実家が割烹料理屋をやってるんですよ、新潟で。で、その割烹料理屋がまあ、新潟なんでこうどんどんまあ人が少なくなっていくっていうので、新しくお客さん呼び込みたいみたいな時に、その料理の写真を撮ってあげたりとか、お店の写真撮ってあげたりして、でそれをこうチラシに落とし込んで印刷物にしてそれを配布するみたいなところとかまで全部やってあげたことが今もやってるんですけど、だったりとか、あとはその経営的な観点でその KPI の置き方だったりだとか、そのこういうふうにして、その何でしょうね、集客キャンペーンやるんだったらこういう目標を立てましょうみたいなお話をしてあげることができたりだとかみたいな、そのお金目的ではなくって、まあ、自分の大事な人だったりその家族だったりとかのために、まあ、自分が使いたい時にその人のためになるようにスキルを使えるみたいな例
が、まあ、自分としては一番こう気持ちよくスキルを使えた瞬間だなってすごく思っていて、みたいないい話でしょっていうのを言いたかっただけです。あ、実はあれなんですよ、言い忘れてたんですけど、僕嫁ここ出身なんですよ。あの神田外語大学出身で、実は嫁の母校に初めて来ました。今日はあの仕事で来れなかったんですけど、残念、はい、すいません自分の話で。なるほど、そんな感じです。こういうエピソードってことですね。なんかあります？いや結構近しいやつになっちゃうんですけど、僕はなので先ほど話したフォリオっていうポートフォリオプラットフォームを作っていて運営してるんですけど、はい、まあ、なのでいろんなクリエイターさんの、作品というか実績というのがこう集まっていて、で、まあ、なので企業さんからも問い合わせが来て、こういった案件があって、こういうイラストレーターさんを探してますだとか、こういったデザイナーさんを探してますみたいな問い合わせが来るんですけど、それでたまにこう条件に合う方をおつなぎしたりとかっていうのも事業 の、 そのもう一つの新しい事業として今スタートしてるんですが、やっぱちょっと面白いなと思ったのが、そのポートフォリオってまあこれができますよっていうことなんですけど、過去のものなんですよね。今までこういうことをやってきましたっていうもので、でそのけどこれから何をやっていきたいかってこうなかなか可視化されてないんですよ。で今までゴリゴリにこう広告代理店と一緒に CM とかこうやってきましたっていう人が、実は地元は、秋田でとか、山梨でとか、で農家の人とかすごい好きなんだよねとか、それこそおじいちゃんおばあちゃんとこう触れるのすごい好きで、その地方の地域の活性化のために何かやりたいと思っていたっていうのが、まあ、思ってる人が結構いたりとかして、で、はいはい、それにちょっと気づいてっていうのも、まあ、ツイッターのハッシュタグで、私はこんな仕事がしたいっていうハッシュタグがあったんですけど、それにこう、まあ、それちょっとバズった時がありまして、でその時にもクリエイターさんが、まあ、クリエイターさんだけじゃなかったんですけど、ここぞとばかりにこういうことやりたいです、ああいうことやりたいですって言ったんですね。だから本当はやっぱそういうの思いがあるんだなってのがあって、なので僕らも今フォリオでは私はこういうことをしたいっていうのを書けるようにしたんですね、はい、そうするとなんか今までこうなかなかそのデザイナーのスキルが活かせなかったところというか、そこがマッチしなかったところにも、はい、デザイナーさんをお届けできたりとか、その、まあ、逆にこの人に頼めるかなとか、頼んでもいいのかなとか思った人も、あ、でもこれ好きだなとか、それこそヒップホップ好きだなとか、なんかそういうのが出てきたりとかして、なんかそれはなんかその自分のこう興味とかを素直にこう表すっていうのは、うん、なんかすごいいいスキルのこうつながりを生むなっていうのは思いました。確かに確かに確かに、めちゃめちゃ素敵ですね。めっちゃいい話な、こんな感じ、めっちゃいい、はい、いい話。なるほど、いい話あります？僕はそれを超えるいい話はないんですけどありますけど、いやなんかあります、スキルですか？そうです、なんか素敵やなエピソード。そうですね、素敵やなエピソードなんですけど、なんかこの間地方に行った時に、はいはいはい、なんでしょうね、なんか被災地とか復興支援をやって回ってる方にお会いすることがあって、その方が言っていたのは、まあ、スキルだと今僕は思ってるんですけど、時間がある、あ、なるほど、ものがスキルというか、時間があるから断らないスキルを持っているみたいな話をしてされていて、何でしょう、はい喜んでの精神だみたいなこと言ってたんですけど、つまりなんか何かあった時にそれこそこの屋根直してほしいとか、ここを塗り直すの手伝ってほしいとか、まあ、そういうのをその方はお金もちゃんともらっていて、高額じゃないんですけども、その対価はもらうっていうスタンスで、お仕事にもしつつ、ただ何でもやる、でなんか頼みにくいことでもやりますよっていう、時間いつでもあるんでっていう、そういう何でしょう、自分の持っている体をスキルにして、時間というものをスキルにしてやってらっしゃるっていうのは、なんかすごく素敵な生き方だなと思いました。めっちゃ面白い。なるほどですね、確かに時間もなかなかスキルとは認識しないですよね、普段。正確に言えば時間はみんな持ってるので、何にでも楽しく時間を使えるっていうスキルなんだと思うんですけど、あの方は、はい、うわー、すごい、いい話でした。いい話だと思います。ありがとうございます。なるほどですね、ちょっとじゃあどんどん次にどんどん進んでいきましょうか。したらじゃあどうしましょうかね、じゃあスキル、まあ、今こうスキル出てきてますけど、まあ、その得る方法みたいなところ、ちょっとみんな思うところを話してもらおうかなと思います。ここじゃあ一番領域なタカちゃんいきましょうか。そうですね、得る方法、どんなスキル
なんだもうなんか僕分かんなくなってきたんですけど今なんか今日は何なんだってなってきてます哲学してるんかなみたいななんかこう雑談でいいんだったらスキルを得る方法は、うん、スキルが僕はスキルっていうものは結構そのさっきの話とか聞いてハッとしちゃったんですけど何かを成し遂げるためのものって考えてたところがあって今聞いて僕の論が崩壊しててああどうしようってなってるんですけどね自分を楽しませるのもスキルですもんね確かにって思っていつつなんか僕はその自分が思うものを成し遂げるための手段であったりとか方法がスキルっていう風に思ってるんですけど、はい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 、なのでなんかこう無作為に何かのスキルを身につけるってことはできないんじゃないかっていう風な前提に立ってますね。なるほど、だからなるほど、要はこう僕が例えばめっちゃ好きかめっちゃ必要かって思わない限りなんかスキルを身につけようって多分続かないというか、はい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 、だから僕はラップはめっちゃ好きだったからやってるんですけど、例えばカメラとかは僕は趣味程度なんですよ。で、今の仕事が、誰かを、まあ、仕事として、まあ、やりたいことをさせてあげる仕事だと思ってて、ここだっていう僕らのサービスが、はい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 、でもそれに対してカメラっていうのがめちゃくちゃ必要だって思わない限り僕は多分やらないし、あと、まあ、それをやれるもっと強い人を誰か呼んでこようみたいな感じで発想しそうだなとか思ってて、なんか得る方法っていう話で言うと多分その道に詳しい人とかだったらいるはずで、それが定まることが大事で、それを定めるために何をすればいいかは自分が本当に好きだなって思うようなものっていうものを選ぶか、もしくはまあ何かをやり始めてそこで自分がその進めるために必要なものっていうのをめっちゃ学ぶみたいな感じのことをするっていうことかなと思って、どっちにしろ結局好きから始まってるのかなっていう。なるほどなるほど。必要だって思うものもなんでやるかっていうと、それは好きなものを達成するために必要だと感じたからやるっていうことであってとか思ったりしてて、結局そういう自分に立ち返ってなんか思いとかが向くものを見つける決めることが一番最初、それができたらもうあとは絶対なんとかなるみたいな、なんとかするしみたいな感じなんですけど。なるほどですね、はい、今のその話の中でそのめっちゃ好きかめっちゃ必要かって2つ出てきたと思うんですけど、これ結構その隣に用意してた題と割とこう近しいかなと思ってて、まあ、そのスキルを得るっていう時の最初のモチベーションみたいなものってどこにあるんだろうみたいなのも今日ちょっと話したいなと思ってたんで、ちょっとそっちにも行ってみようかなと。武田君どうですか？はい、そうですね、キャリア教育、まあ、高校生の教育にもすごいつながるなと思ってまして、スキル多分一番最初にみんなが身につけろって言われるスキルは受験勉強だと思うんですよね。勉強できるスキル、でもあれってみんな得てして嫌じゃないですか。きっと多くの人はいやいや、なんとか身につけた人、多分それは必要性でなんとかごまかした人と勉強がめっちゃ大好きな人のどちらかなんだろうなと思ってまして、でそういう勉強っていうところでモチベーションを湧く人湧かない人の差はやっぱりそれがどう使えるのかだったりとか、自分にそれがどう生きるのか、それが具体的じゃないにしても生きそうと思えるかどうかっていうところの肌感覚みたいなのがすごく大事なんじゃないかなと思ってます。例えばあの私が見たことある高校生で勉強めっちゃし始めた子がいるんですけど、その子なんかは政治に興味があって、まあ最初漠然と政治がダメだって言ってたんですけど、そのうち政治家に実際会いに行ってでこう議論してみるとめちゃくちゃ政治家って頭いいんですよね。何言っても論破されると、でそれをどうにか彼らを論破し返したいと思った時に、歴史も必要だし物理も必要だし、いろんなことが必要だっていうのがすごく痛感したらしくて、なるほど、その子はそれからめちゃくちゃ勉強するようになって、なんか授業も楽しそうに受けてるみたいなことを見たことがあって、やっぱり必要だってね思える原体験みたいなものはすごくモチベーションになるんじゃないかなと思います。なるほどですね。山さんどうですか？あります？そうですね、僕はなんか今の話を聞いてて、僕が中高ニュージーランドにいた時のことをちょっと思い出したんですけど、その好きだとか必要だっていうもの、まあ、で特に僕も好きだっていうものを今仕事にしているので、そういうのを見つけられるっていうことはすごい重要だと思うんですけど、でもカメラで写真を撮るのが好きだっていうのって、カメラを手にしないとわからないし、写真を見せてもらわないとそういう世界があるってわからないじゃないですか。だから僕はそこが
そういう選択肢というか、そういういろんな世界を見てもらえる、見せてもらえる環境っていうのは整っているのはすごい重要なんじゃないのかなとちょっと思って、ね、まあ、今はインターネットがあるんで、それが自分の意思で検索をすればそれが見つけやすくなってるっていうのはすごいあると思うんですけど、で僕がいた中高は中学、まあ、中学2年生から高校3年生の一環で、ハイスクールと呼ばれてて、はい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 、それで僕この行ってたんですけど、中2に入った時から、まあ、1年ある中で8週間だったかな、8週間ずつ自分、まあ、数学、英語、まあ、社会、科学みたいなベーシックなものは、はい、まあ、マストで取るんですけど、うん、それ以外の枠はその中2の時から、はいはいはい、8週間ごとに4つずつ選べるんですよ。ほうほう。で、例えばウッドワークってこのなんか木工系のものとか、そういうことですね、メタルワークとか、その頃から、まあ、アートとか、うん、タイピングとか、結構バイトも自分で選ぶんですね。あ、なるほど。で自分で選ぶっていうのをまずやらされるんですよ。はいはいはい。で、まあ、でも そこはそんなにこう真面目に大真面目に選ばなくてもよくて、それも、まあ、8週間とかで変わるんで、とりあえず興味あるんだったら選んでみればって。でそれで選んで1年間やってみた結果、まあ、一応課題もあるんで、はいはいはい、そこの結果とかを見て、うん、じゃあ来年何やるってやるんですよ。そうすると今年選んだもののベースからよりちょっと専門的な、タイピングだったら今度コンピューターなんかサイエンスタディみたいなことだったりとかって、こうどん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 専門性が出て、アート撮ってたら最初絵描くだけだったのがそのまあ、フォトグラフィーとかファインアートとかってか、うんうんうん、デザインとかって分かれていくみたいな、はい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 、それまた自分で選んでってどんどん専門性、自分のその自分がどれが合うかっていうのを見つけられるっていうのが高3まであったんですね。なるほど。だから自分のやりたいことをもうバチンって見つけた人は高3いないんですよ。高2もうその専門学校行っちゃってるんですよね。なるほど。もしくはこの科目の中で自分がやりたいことないってなったら普通に高と高やめて働いたりとかしてて、で大学に行く人は明確にこの大学には自分の勉強したものがあるからここに行くってやってたりとかしてて、だから僕にとってはまあ僕結局大学行かなかったんですけど、はい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 、なんかまあでもデザインやりたいっていうのもなんとなくもう頭の中にあったというか、だからそれは結構僕なんかラッキーだったんだろうなというか思ったっていうのがありますね。だからそういうのを見つけられる場所っていうか環境というかオプションをどれだけこう提供してあげられるかっていうのは、それもなんかすごい重要なのかなとか、ね、なるほどですね。なんかもうここまでの話でその、まあ、きっかけと、まあ、出会うための環境みたいなのがあった上で、そのきっかけに対してめっちゃ好きかめっちゃ必要かがもう最初のモチベーションになるっていうのはなんかもう一個僕らの中で答え出たような感じはちょっとありますね。ありがとうございます。ちょっとなんか今その学校の話になったんでちょっと武田君にそのまま行きたいんですけど、そのキャリア教育の中でそのまあ子どもたちにまあ重視されるといいますか、そのまあ大人から見てなっちゃうかもしれないですけど、その重要だなっていうふうに伝えている、もしくは彼らが感じているスキルってどういうもんだったりするんですかね。はい、まあキャリア教育っていう言葉自体がすごい多義的なもので、これ文部科学省から言うか、あの他の厚労省から言うか、いろんな立場によって変わってくるっていうのがまず前提かなというふうに思ってます。いわゆる生きる力とは何かっていうのがすごく紐づくんですよね。で、いわゆるよく国が言うこと、文部科学省が言うことは、基礎的汎用的能力っていうんですけど、ちょっとね、端折ってすごい簡単に言うと、人と協働をする力、何か一緒に誰かと共感をして、はい、そして役割分担をして一緒に進む、コミュニケーションを取って進む力だったり、いろんな問題に対応する力、どんな何か壁があっても自分なりに自分で考えて仮説を立ててそれを乗り越える力だったり、そういったものがこれからの不確実な世の中で大事だよってすごく簡単に言うとそんなこと言ってます。確かに、いやなんかめちゃくちゃその通りなって感じですよね。なんか冒頭にあの今日のキーワードみたいなところで、まあ、ブーカの時代みたいに書いてたんですけど、やっぱりその不確実性とか、まあそのまあ、とにかくこれ何が起こるかわからない、1年後どうなってるかわからないみたいな中で生きてるっていう実感が、まあ、僕らはあるじゃないですか、まあ、自分たちの飯自分たちで稼いでこなきゃいけない仕事だと思うんで、なんかやっぱ そうですよね。その中でやっぱりこう何があっても自分で考えて乗り越えるみたいなのはやっぱ身につけなきゃいけないなって。ちょっといいですか。ぜひぜひぜひ。なんかそれすっごい、だ僕さっきの話をして、僕は好きな話を、あ、まあ、好きな仕事を、はい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 、好きな仕事で好きなことをこれで見つけられましたって言ったじゃないですか、うんうんうん、で、なんだろう、その、
竹田さん何でしたっけ、もう一回言ってもらっていいですか。基礎的汎用的能力です。基礎的汎用的能力を使って、要はそのしかもそれを持った上で自分の好きなことを見つけて社会との接点を見つけるっていうのが結局自分のキャリアができていくってことにつながると思うんですけど、でそれを僕は高校までの5年間でできました。あと、まあ、プラスデザインの専門学校行ってとか、皆さんだったら大学院とかも行ってる、うん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 、でもこっからってそのこの大学とか学生時代に学んでたことが、はい、学生終わったらもう通用しないって、あのなんていうんですかね、まあ好きは見つかるかもしれないですけど、学んだことがもうその社会、じゃあそれどう社会の、まあ、仕事とか、はい、とかにこう出た時にすぐつなげるかって、なんだろう、もう出た頃にはもう全然違う社会になってて、確かに、もう一回そこから一から社会のなんか接点見せなくちゃとか、もう一回まあ、全然違うことを学び直さなきゃとかっていうのがあり得るんじゃないのかなと思って、なんかちょっと、はい、怖いなって思います。確かに怖いなっていう話。怖いなって話。怖と思って。まあでもリカレント教育っていうテーマもここに書いてましたけど、うん、おっしゃる通り学校で学んだことが活かせない可能性が高いっていうのが最前提にあって、だからこそ学び続ける、よく国で言うのも学び続ける人を育てるっていう、主体的な学習者を育てるっていうことがすごく学校では課題とされているので、まさに今の怖さっていうのは、多分日本全体が持つべきだと思いますし、スキルってものもまさにそうやって自分で獲得し続けるものだっていう前提は持っていいんじゃないかなと思ってます。なんか思ってて、でもそのスキルを考えてた時に、なんかもしかしたら汎用的なものもあるんじゃないかなみたいなとかちょっと思いましたけどね。例えば時代は変わるとしても、なんか課題に対して向き合う力みたいな意味合いでのエンジニアリングって僕そういう力だと思ったりしてたり、デザインもそうだと思ったりしてるんですけど、なんかこう何かしらこうどんな問題でも対応できやすい力っていうのは多分あって、なんかそういうのを持ってるっていうのは全然問題ないのかなって思ったりとか、一個思うことですかね。とあと聞いて思ったのが、確かにって思ったので、なんか学び続けるみたいなところも、まあそういう汎用的なところをつけとくみたいなのが大事かなとか思ったりしつつ、なんだろう、その時代の変遷みたいなのには興味を持つっていうのは面白いよなって思ったりしてますね。だからなんか難しい話になりかねないけど、結構その自分のエゴでいいと思ってる派で、僕はアップルの CDO のジョナサン・アイブって人がいて、その人が親から施されてた教育が結構好きなんですけど、そのお父さん、ジョナサン・アイブのお父さんは、デザイン学校の教師をしてて、でこう少年のアイブ君に対して、傘があるよねそこにみたいな、で君傘があるってあそこに差してる人がいるけど、なんであの人たちは差してると思うみたいなことを問うんですよ。でなんでみたいな、雨に濡れないためじゃないのみたいな感じで言って、とか雨に濡れないためだったら別に板をこうやってもいいよねみたいな、なるほどみたいな、で雨に濡れないっていうことに対して最適な形ってあの傘なの本当にみたいなことを言って、5歳の少年に対して、もう一回自分が傘を作るんだったらどんな形にするみたいなことを問うんですよ。なるほど。でその例えばもう板でもいいわけですよ、めっちゃシンプルなやつだったら軽いし、とかなんかそういうところからこう課題みたいなものっていうのはどこら辺にあって、で自分だったらどうやってそれを変えて解決するのかみたいなことっていうのをずっと考え続けるみたいな教育をし続けたら、アップルの CDO になってたみたいな話を自伝で書いてて、嘘だと思うんですけど、その嘘っていうのはそれだけじゃないんですけど、でも僕はめっちゃ好きで、なんかそういう、こう問題解決当たり前みたいな感じの頭になっとくみたいな感じにしてたら、何が起こっても別にいいじゃないですか、時代で。どんな社会でもなんか見つけれる気がするし、別に不安じゃないし、楽しいし、絶対そっちの方がってなるかなとか、言う論者です。なるほどですね。それってどうやったら、より多くの人がそういったマインドを持てるようなこう環境を整える？それ多分めっちゃ武田君が答え持ってます。課題解決型学習がまさに近しいかなと聞いてと思いましたけど ね、 そうですね、このワークどこでまとめるかって難しくなってきましたけど、そう難しくなってきた。でも私の教育でっていうところで言うと、探究っていうことがすごく大事になってくるんだっていうのが、もう文科省も言ってますし、私もそう思います。つまり自分なりの仮説を立て、それに対して実行し、その中でスキルって身につくと思うんですよね。そういう一人一人が課題解決、仮説検証をどんどん繰り返していけるように学んでいく、そのなんかあり方が広まっていくと、そういう汎用的なものもついてくるんじゃないかなっていうのは漠然と思います。どうやったらいいんですかね。あ、
あ、僕待ちですか。いやいやいや、いや僕もでも本当、いや、いろんな刺激受けてもあの、スパークしてる状態です。テーマスパークジョイですね。いい感じですね。はい、ありがとうございます。というところで、時間がですね、残り3分も切ってるというところなので、ちょっとまだまだやりたいテーマあったんですが、残ってるテーマが全部重たいやつなんで、ちょっと一旦ここで切ろう。ごめんなさい、僕のタイムマネジメントミスです、これは。はい、っていうところで、一旦今日は切っていこうかなと思います。まあ、今日はあの全体通して、まあ、そのスキルの使い方と学び方みたいなところを、まあ、その教育の観点からとか、スキルを得る場所、表現する場所、使う場所を提供している、まあ、事業者の観点からみたいなところでお話をしてきました。で、まあ、あの今日来てる方々の属性が思ったよりすごいバラバラだったんで、最後どうメッセージングしたらいいかわからない状態なんですけど、まあ、ぜひあのまあ、あんまりこう普段認識してないスキルみたいなものでもスキルになりうるし、なんならまあこうリカレント教育って言われる中、いろんなスキルの身につけ方があるっていう中で、まあ、こう自分のやってみたいことと出会ってスキル身につけてチャレンジしてみてっていうサイクルをぜひ、まあ、もう多分今日来られてる方々皆さんだいぶやってらっしゃると思うんですけれども、実践していただけたらなというふうに思っております。はい、というところで今日ちょっとこちらの4名でお話をさせていただきました。みんな結構割とツイッターとかめちゃくちゃやってる人種なので、あのぜひフォローしていただいて、何かあのもっと聞きたかったなってことがあれば、ぜひあのガンガン DM でもメンションでもしてください。で、多分会場にこの後ちょっといると思うので、ぜひ何かあのご挨拶等させていただければ嬉しいです。はい、というところで、今日はこちらで終わりにしたいなと思います。どうも皆さん今日多分最後のセッションですよね、これがプログラム上。はい、最後まで、お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。Thank you.